やっぱり砂浜って最高。うおお、魚が飛んでる。うん、海の底には一体何があるんだろう。それはいいアイデアだ。海に潜って何があるのか調べよう。それにはアヒルの足とプロペラが必要だ。アヒルの足とプロペラをつけます。ブリッピステーション起動。さあブリッピ号で冒険に出発だ。うわあ、ここはまるで別世界だね。これは海の中の森かな。そうとも、これは森だ。ようこそ僕の暮らす海へ。僕はジェリー、クラゲのジェリーだ。いや、僕はブリッピだよ。こっちはタブス。海の中に何があるか見に来たんだ。そりゃもういろいろある。海は驚きの連続だよ。見せてあげる。友達に会いに行くところなんだ。ついでに案内するよ。それはよかった。ありがとうジェリー。まずは昆布の森。この昆布はなんと45メートルにもなることがあるんだ。うわあ、それは大きいね。でしょ。でも時々潮の流れで昆布が流されちゃうこともあるんだよ。うわあ、昆布が。うわあ、こりゃ大変だ。そうだねタブス、ターボエンジンを使おう。ああ、よかった。無事だったね。先へ進もう。うわあ、あの青い魚、鼻がとっても長いね。ニシクロカジキだ。あの鼻で餌を探して捕まえる。それに泳ぐのがとっても早い。おーおーっとっと。うわあ、こりゃ大変だ。ああ、タブス、真っ暗だね。ここはどこだろう。ジェリージェリー、ブリッピー、そこにいるのかい。こりゃまずい、待ってて。うわあ！コククジラをびっくりさせて噴気口から出してあげたよ。危なかったね。出してくれてありがとうジェリー。すごい、体が光ってる。だから言ったろ、海は驚きの連続だって。ねえ見て、君の友達だ。いやあ、みんな来てくれたんだね。これで疑問の答えが分かったぞ。海の底には何があるか。昆布の森にニシクロカジキ、大きなクジラ、それに光るクラゲもいる。答えをアップロードして。でもこれはまだ第一章だ。ここから先はタコにサメにウミガメにマグロ。じゃあねジェリー。ああ、それからラッコにタツノオトシゴ、ロブスターと赤エイもいる。